国の声だちゃん。いちごショートをめぐってのクイズ大会、1問目はコリンゴちゃんが正解したの。クイズ第2問。続いて第2問、手探りクイズです。箱の中にあるものを手で触って当ててね。皆さん前に出て箱に手を入れてくださいです。なんだかふわふわしてる、丸い形をしてる、真ん中に穴が開いてる。ふわふわして丸くて真ん中に穴が開いてるもの。さあ今度は答えを書いてくださいです。いや、1問目の問題の傾向からするときっとこれだ。はい、全員の答えを見ましょうです。はい、コリンゴちゃんの答えはドーナツ、小枝ちゃんもドーナツ、そしてキノちゃんはドーナツの形の座布団。まさか。はい、正解を見ましょうです。正解はドーナツの形の座布団よ。はい、キノちゃん大正解です。キノちゃんに10ポイント。やったね。こんなのわかるはずないわ。わかっちゃったもんね。やっぱり難しすぎるわ。さて、このクイズ大会どうなるのかしら。小枝ちゃんは何をです。パーッとパーティー、パパパのパー。キノちゃん何を出すのかな。ラッキーピースでチョッキンチョキ。コリンゴちゃんは何だろう。ふうふう、お腹が減りふう。今日の占いじゃんけん占い、グーとチョキパでいってらっしゃい。くる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 じゃんけんぽん。正解はドーナツの形の座布団よ。はい、キノちゃん大正解です。キノちゃんに10ポイント。やったね。こんなのわかるはずないわ。わかっちゃったもんね。やっぱり難しすぎるわ。さて、このクイズ大会どうなるのかしら。なんだかふわふわしてる、丸い形をしてる、真ん中に穴が開いてる。ふわふわして丸くて真ん中に穴が開いてるもの。さあ今度は答えを書いてくださいです。いや、1問目の問題の傾向からするときっとこれだ。はい、全員の答えを見ましょうです。はい、コリンゴちゃんの答えはドーナツ、小枝ちゃんもドーナツ、そしてキノちゃんはドーナツの形の座布団。まさか。はい、正解を見ましょうです。ナンナンタンタン、おはやっほー。いちごショートをめぐってのクイズ大会、1問目はコリンゴちゃんが正解したの。クイズ第2問。続いて第2問、手探りクイズです。箱の中にあるものを手で触って当ててね。皆さん前に出て箱に手を入れてくださいです。